オホトルプは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す市である。ミュンスターラント北西部に位置し、ニーダーザク選州及び、オランダと境を接している。オホトルプ市は、都市部、三つの大きなバウアーシャフトとそれ以外の二つの、市区からなる。考古学的発掘調査は、オホトルプ、ランゲンホルスト、ベルベルゲン地域で、 新石器時代からすでに定住がなされていたことを証明している。ベストバルトシュティューペンコップ、オーテペの最初の記述は1143年のクラール・ホルツ修道院の設立文書に現れる。この集落は1203年に初めて教会区として記述されている。この集落はフランク時代からすでに洗礼堂を有しており、ベスターバウアーシャフト、オスターバウアーシャフト、 バイナーバウアーシャフトと共に一つのキルヒシュピールを形成していた。オホトルプは1593年、1594年にはドルイ広い掘り、三つの指紋を持つ都市防衛施設を備えていた。オホトルプは1597年に市場開催権を得た。この他にオホトルプはいわゆるビッグボルトの地位に昇格した。しかしこの都市防衛施設は 安全な防御とはならなかった。1595年と1598年に、オホトルプはスペイン軍によって焼き打ちされた。スペインオランダ継承戦争だけでなく、ベルンハルト・ホンガーレンの軍勢や、1618年から1648年の30年戦争によっても、中核支部は甚大な損害を負った。1820年頃に指紋が撤去され、 世紀の変わり目頃に土塁が取り壊されて、緑地として整備された。現在のノルトバル、オストバル、ベストバルという通りの名前がその名残である。ベストバルには、掘りの水位を調整するための石が残されている。その貯水施設は、シュテューペンコップと呼ばれている。ポットベッケライは、オホトルプと同じくらい古い。発見された、陶器製容器は、 専門家によって3000年前のものと見積もられている。村に定住していた農耕住民の大部分が陶器用として活動し始め、その製品を売買することで、それまで続けられていたもっぱら自分で使うための陶器製造から離れて、独立した職人としての仕事が姿を現した。ポットベッケライは反映した。オホトルパーペトカーはよく見かける商人となり、 オホトルプは、ポットベッカーラントとなった。製造、販売されたのは、平鉢、小鉢、皿、深皿、油壺、油の小瓶などがあったが、特に有名なのは、ジーベネーリゲや子供のおもちゃ、オホトルパーなハキガルであった。17世紀から18世紀の旧ビックボルトでは、ほとんど各家、またはその裏に、小さな製刀工房が増築され、 街角でも荷物を満載にした書以降を担ぎ、長靴を履き、風雨に耐える服装をして青いスモックを羽織って、かっ歩するオホトルパキーペンケルルの姿を無視できなくなっていた。オホトルプの陶器は、ミュンスターラントの範囲を越えて、ハノーファーやオランダでもよく知られていた。1800年頃にはまだ20件以上の政党書がオホトルプにあった。1945年4月3日、 オホトルプ郊外でのイギリス軍第53不評師団19世紀中頃、木綿織がこの町に入ってきた。1850年頃には、村落内や周辺の農場集落に500軒が家で清っていた。材料を持ち込み、完成品を引き取り、賃金を決めるのは数社の企業に依存していた。1854年に商人のアントンとベルンハルトのラウレンツ兄弟が、 ベルク通り58番地にテオリ工場 A&B ラウレンツを設立した。この会社は後にラウレンツ兄弟社として知られた。両者の息子ヘルマンとハインリヒが大きな経済的飛躍をもたらした。1830年までに330人の労働者、管理職住宅、小学校や幼稚園を併設したマリエンホスピスが設けられた。第二次世界大戦後、 1950年代から1960年代に、ラウレンツ兄弟社は、オホトルプとエペの二つの事業所を合わせて4000人以上の職員を雇用していた。1890年10月1日、それまで独立していた町村であったビッグボルトオホトルプと、キルヒシュピールオホトルプが合併して、新しい町としてオホトルプが成立した。1949年に、 都市圏を回復することができた。1969年7月1日にランゲンホルストとベルベルゲンが合併した。2005年11月25日から30日まで、数日間は完全に、その後は一部で電気が不通となり、連邦全土で新聞の大見出しとなった。停電の原因は激しい冬の嵐で、大雪と強風のためにグローナウト、 オホトルプとの間の高圧送電線が過度に凍結したことであった。その重さのために電線は地上数メートルまで垂れ下がった。何ダースもの電柱が折れ曲がった。連邦全土の非常用発電機が何百人ものボランティアによって24時間体制で稼働した。それにもかかわらず、特に畜産業やその他の産業での製造停止によって莫大な経済的損失が生じた。 メディアでは管轄するエネルギー供給業者 RWE と独立した立場の専門家との間でオホトルプの地上に設置された電電供給施設が過去適切に整備されていたかどうかが議論された。RWE は賠償責任を逃れたが被害を受けた地域に対して500万ユーロの救済金を支払った。連邦全土のメディアがこの事故をミュンスターランの豪雪カオスあるいは 戦後史上最悪の停電事故と書き立てた。聖ラムベルティ教会キリスト教ベトリンゲン原教区から分離されたキルヒシュピールには、オホトルプーの他に、ベスターバーウアーシャフト、オスターバウアーシャフト、バイナーバウアーシャフトが含まれていた。オホトルプにおける、教会区に関する最初の記述は1203年に、なされた。ミュンスター司教ヘルマン2世はこの年に、オホトルプーを管轄する。 ジョサイチョ長クをランゲンホルスト修道院に委託した。これにより、オホトルプ、ベトリンゲン、ランゲンホルストの教会組織は、ランゲンホルスト修道院長の配下に位置づけられた。教会自体はこれより古くから、すでに存在していた。カール大帝によるキリスト教家に伴って、多くのザクセン人が追放され、洗礼を受けたフランク人が住み着いた。 聖ラムベルティ教会の古い荒いラ,ライバンはおそらく850年頃に作成させたものである。これはラムベルティ教会がセールトゲルスの時代から洗礼堂であった可能性を示すものである。この教会の守護聖人が聖ラムベルトスであることも創設年代が古いことを示している。16世紀後半にオホトルプで福音主義の教えが一時的に広まった。 1599年、火災により53件の家屋と教会が消失した。現在のラムベルティ教会は、19世紀末に建設されたネオンゴシック様式の教会堂である。19世紀末からの工業発展と1945年以降の避難民の流入により、1901年から1949年までの間に、オホトルプでは、 カトリック信者数が6300人から11500人に増加した。このため南部のホルストに2つの目の教会が必要となった。四牧上独立した小教区の設立により1953年にバイナーバウアーシャフトを含む市の南部は聖ラムベルティ教会から分離された。このマリーエン教会とその小教区が教区教会及び 教会区に昇格したのは1955年である。2007年11月27日に、それまで独立していたオホトルプ市内の教会区である、聖ラムベルティ教区、聖マリエン教区、聖ヨハネス教区、聖ディオニシュース教区は、新たに、聖ラムベルトゥス教会区に統合された。信者数は、約1万5000人である。新たに創設された、 この教会組織の教区教会は1873年に完成したラムベルティ教会と定められた。他の3つの教会は市教会となり、そこでは定期的な礼拝やいくつかの教会行事が行われている。また、オホトルプにはオホトルプ氏、メテレン及びバウアーシャフトブレヒテ共同の福音主義教会がある。テキスタイル企業ラウレンツが、 ドイツのリーディングカンパニーへ急速に発展したことにより、オホトルプは十分な人的資源を提供することができなくなった。ドイツ全土あるいはオランダから労働力が流入し、これにより最初の福音主義者を含む労働者他たちが純粋なカトリックの町であったオホトルプで働くようになった。初期の礼拝は、個人宅、旅館、駅の待合室などで行われた。 1891年に、現在のバーンホーフ通りの土地に、最初の信者集会所が建設された。オホトルプの福音主義教会は1895年4月1日に、独立した教会となった。それまでは、グローナの福音主義改革派教会が管轄していた。1911年9月3日、最初の教会建設の礎石が設置された。足掛け3年の後期の後、 1913年6月29日に剣道式典が行われた。当初この教会には塔がないままであった。1933年に3つの金を有する現在の塔が建設された。1930年代に収入の機会が少ないことから福音主義教会は縮小された。司祭所在地は再びグローナウに移された。ただし、 上中の補助説教者が建てられた後も一部の独立性は保たれた。第二次世界大戦後、主にシレジアからの避難者で福音主義教会は信者数約2500人に拡大した。これによりオホトルプの教会は再び完全な自立を獲得した。教会堂は1953年に拡張され、左側に新しい側廊と制御室が設けられた。 オホトルプには、以下の教会がある、オホトルプのユダヤ人墓地ユダヤ教。オホトルプ市には1938年まで、独自の礼拝施設を有する、小さなユダヤ教組織が存在していた。礼拝施設は、クニーペンカンプの住宅の1階に設けられていた。国家社会主義者の政権下で、オホトルプでもほぼ全てのユダヤ系住民が逃亡、追放、殺害された。 1938年の排斥運動の放火により、礼拝施設は完全に破壊された。現在、この場所に記念碑が建立されている。この他に、ヘルシティ上にユダヤ人墓地がある。その最も古い破壊史には1824年の日付がある。この墓地への最後の埋葬は1990年に行われた。オホトルプの市議会は34議席からなる。 オホトルプの市長は2009年の市長選挙以降、スピードの政治家、カイ・フッツェン・ラウプが務めている。彼は2014年の選挙で市長に再選された。第二次世界大戦後の市長を歴記する52社は、オホトルプ市立ギムナジウムと相手先の学校との姉妹校関係に由来している。オランダのリヒテンホールデとの友好都市関係は、オランダの地域再編により、リヒテンホールデが、 独立性を失ったことで解消された。姉妹都市関係とは別に、オホトルプの学校は、ヨーロッパ各地やアメリカ合衆国の学校と姉妹校関係にある。図柄赤字で緑の土地の上に銀色の神の子羊。子羊は赤い十字が描かれた銀の旗を持っており、羊の後ろ、すなわち向かって右側に緑色の多年生植物。 描かれたシンボルは1696年から引き継がれたものである。オホトルプ氏が所有する最も古い印象にスタットオチョトラップ1696という文言が記されている。この印象にはキリストを象徴する神の子羊が描かれている。オホトルプ氏は1963年にノルトベストファー練習からボりや旗の使用許可を得た。 2007年8月からオホトルプの中心に、ナチ政府に迫害され、逮捕され、最終的に殺害された家族を記念した、つまずきの石が設置されている。この石は、ケルンの芸術家、グンター・デムニヒによって、他の50以上の都市で推進されているプロジェクトである。この石のための費用は、オホトルプ市民の寄付によって賄われている。石に取り付けられた真鍮のプレートには、 ここに住んだという文言と、名前、生物年、当該人物がどうなったのかが刻まれている。この文言は、その自、宗教、性的思考や、政治的信念のために命を奪われた、ナチス政権の迫害を永久に消し去ることなく、記憶に留めるものである。オホトルプのナイチンゲール数多くの建物が、オホトルプ市内全域に分布している。それは、かつての政党。 食福都市の歴史的発展を反映するものである。ベルバウ・ランゲンホルスト聖ヨハネス修道院、教会ハウスベルベルゲンハウスベルゲンのバロック庭園、オホトルプには数多くのスポーツクラブがあり、多彩なスポーツを楽しむことができる。大きなクラブとしては以下のものがある。これらのクラブは、ハンドボール、サッカー、バスケットボール、卓球、バレーボール、バドミントン、水泳を、 はじめ様々なスポーツを子供、青年、成人向けに提供している。シャッハクラブオホトルプは小さな独立したクラブである。多くの都市を有限と NRW リーガに参加しており、1981年にはヨーヒエン・ヤーコプシュタイルがドイツの U-15 チャンピオンとなった。フォルクスバンクオホトルプ本社オホトルプ氏は16世紀。 以降この地域で特別な価値を持つ陶器の町であった。18世紀末からは繊維産業も定着した。1854年にラウレンツケによって設立されたオホトルプで最初の食婦工場は2011年までオホトルパーテクスティールフェアエデルングという名称で存続していた。保護文化財に指定されているこの会社の製造工場は2004年4月16日。 以降は、繊維製品のショッピングセンターとして利用されている。オホトルプには、フォルクスバンクオホトルプがある。ラウレンツ通りには、広さ1万1500平方メートル以上のデザイナーアウトレットオホトルプがあり、地域を超えて、多くの人をこの小さな町に呼び寄せている。オホトルプは、ノルトベストファーレン州、ニーダーザクセン州、オランダの宗教に位置しており、 連邦アウトバーン a 3十五線と連邦道 B54、B403 号線が交差する。また、ドルトムントイムス運河のライネ港やエンソヘデ港にも近い。最寄りの国際空港はグレーベンにある。オホトルブ駅は鉄道ミュンスターエンソヘデ線の駅である。この駅にはレギオナルバーンの RB64 が停車する。この路線は DB レギオ NRW によって タレントの起動車を用いて毎日1時間間隔で運行されている。交通指鉄道ミュンスター、グローナウ線は1876年に完成した。長らく前から建設されていたオホトルプ・ライネ線は1905年に完成し、ライネ・バーベルハイムのイエン・キルヒエン・マックスハーフェン、ベットリンゲン・ベルベルゲン・ランゲンホルスター駅、オホトルプという列車が運行された。この路線は現在も、 上空から識別することができ、一部は自転車道として利用されている。オホトルプには、毎年100万人以上の来場者がある、デザイナーアウトレットオホトルプがある。この他に、合成樹脂加熱成型メーカーのビッシェマンクストシュトフがオホトルプにある。オホトルプの屋外プールオホトルプ野外プールは1936年にオホトルパーベルクに設けられ、古木に囲まれている。 このベルクフライバートは2006年に創設70周年を祝った。この施設には50メートルプール、ウォータースライダー、子供プール、1メートルと3メートルの飛び込み板及び5メートルの飛び込み等を持つ飛び込み施設がある。この他にも小児用水遊びプール、サッカーゴール、ビーチバレーボールコートなどが用意されている。 プールのシーズンは毎年5月初めから9月中頃までである。SC アルミニアオホトルプのサッカー部門をもとに2018年に設立された FSV オホトルプはホームゲームをインターシュポルトスターディオンで FC シュバイツバイバイナーはオホトルプ南部のシュパルカスセンイコールパルクで FC ラウブレヒテはフォルクスバンクシュポルトプラッツで開催している。一方 SPVGG ランウンホルストベルベルゲンは、フェヒテ・シュターディオンで、ホームゲームを行っている。予備会場としては、シュタディオン・アルテ・マーテが用いられる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。